最果ての魔王、エンドウィザードのレディオクローゼット。我は最果ての魔王、ディープブリザードである。みな、こんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問・質問・お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末の絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。というわけで、今回ちょっと収録形態を変えて、 2DR という iPhone と Android かで出ているライブ 2D を使えるアプリを使って収録を行っておる。まあなんでかっていうと、まあこの後のご質問にお答えするため、ちょっと収録の形態をそれで書いてみようかというので書いてみたのである。なので今、iPhone と iPad を同時に収録しながらお話をしておる。これだけでもこうやって動画が作れるっていうのだから、なかなかすごいであるよな。ほんとこういう技術に、こういうバーチャルな姿を持っておる者たちというのは助けられておるのであるよ。というわけで、今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネームゆうたののからいただいたご質問である。はじめまして、いつも動画を楽しく拝見しております。これは疑問というよりも悩みに近いのですが、私は市販のポーズ集または制作者が許可しているポーズ素材を参考にしなければ絵が描けません。絵を描き始めて7年が経ち、ある程度の技術は身につきましたが、頭の中で考えた構造を何も見ずに描き起こすということが全くできません。そのためポーズ素材をお借りしながら描いていることに罪悪感を感じるようになりました。自分の考えた構造を描けるようになるべきか、ポーズ素材をお借りして描き続けてもいいのかというのが私の疑問であり悩みです。ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、ゆうた殿からいただいたご質問。ポーズ素材を参考にしないと絵が描けないということで、まずは先に魔王の、結論をお話ししようと思うのである。基本、使って良いものはどれだけ使っても良い。ただ自分の中での基礎知識をしっかりと認識することも大事である。なのである。まずは、まあ、ポーズ素材を使わないと絵が描けないと言われておるが、プロの方でもめちゃくちゃ使う方は多いであるし、それこそ複雑なポーズだったりダイナミックなポーズを描く際に毎回資料を集めたり、例えばそういう 3D のこうポーズ人形を使ったりとか、あとはもっとすごい方とかだと、一つの絵を描くのに複数の絵を描くためのモデルの方を用意してポーズを取らせたり、例えば複数人絡んだりダイナミック動きをするんだったら、それに合わせた近い衣装を着せて動いているところを動画で撮影して、それを参考に絵を描くという方はイラスト業界には多いであるし、それこそ美術関係、もっとアート関係の方の方だと、そういう専属のモデルを毎回雇って描かれているという方も多いのは事実である。なので、そういう素材を使っている自分ということに後ろめたさは感じなくてよいと魔王は思っておる。それと同時に、おそらくそういうのを使わないと私は描けないんだと思い込んでおるのではないかというのが、ちょっと魔王が感じておるところで、7年絵を描き続けておるのであれば、多分ある程度の基礎知識は身についておると本人が言っておる通り描けるはずなのであるよ。だけどやはり、ポーズ人形だったりポーズ写真とかを使わせてもらってることの安心感とか、それを使わない時の自分の不出来さみたいなところばかりが目にいって、自分自身に自信が持てなくなっているのではないかと思っておるのである。なので今回は、まあもちろんポーズ人形はどんどん使ってもよいという上で、自分自身でもゼロから描ける描き方、そしてそれを描くために自分がいろんな知識を知っておらねばいけないということについてもお話をしていこうと思うのであるぞ。というわけで、こちらにはちょっと大雑把ではあるけれども、我がよく普段描くキャラクターの立ち絵を描いている。まずは何もポーズをつけていない
このようなキャラクターを正面から見た立ち絵を描いてみると良いであろう。複雑なポーズでなければある程度キャラクターが描けると思うのでな。で、これを描いた上で何をしたいのかというと、キャラクターを描く上でのポージング用の骨格というのを意識してみると我は良いと思うのである。まあ、これはあくまで我の描き方なので、この描き方じゃなきゃいけない、こうしないと良くないというわけではないということは前提の上でお話をしていこうと思うのである。我が普段このようなキャラクターを描くときに、まあ、頭の中とかで意識して描いているのがこんな感じの、いわゆるまあ棒人形的、針金人形的な骨格の位置取り図みたいなものであるな。こういうのを意識したり、本当にこういろんなポーズを描くときの一番最初の当たりとして描くことが多いのが、この赤い線で示しているキャラクターのポージング図であるな。こんな感じで肩、肘、そして足の付け根、膝でくるぶしの部分に線と関節の位置をメモしている。これをまずは描けるようになってほしいのである。自分の絵、自分のキャラクターはだいたいこのぐらいの長さで描いている、だいたいこのぐらいの位置に関節が来るということを必ず描けるようになってほしいのである。これができるようになったことで何ができるのかというと、これを使ってキャラクターの大まかなポーズ付けの練習をするように次は意識してほしいのである。なのでこうやって頭を描いて、で首からこの体のここの中心線は背骨を意識してほしいので、背骨の意識でここにへその位置があるってことをなんとなく意識して、で肩があって、でそこから足の付け根があって、こんな風に各パーツの位置をなんとなく意識しながらキャラクターを描くと、これだけでもだいぶキャラクターの動きや見た目が出てきたのではないのかの。こうやって、キャラクターのおおよそのパーツの位置や大きさを意識しながらポーズを描いてみると、これができるようになると大まかなキャラクターの骨格を意識しながらキャラクターのポージングができるようになるのである。そしてこの大まかな当たりが描けたことで、このキャラクターを描くための肉付けをしていき、ここが背骨とさっき言った通りなので背骨のラインになるように意識しながら描き、あとはこの関節の長さの位置に合わせて関節を描いていけば良いので、もちろんこの描き方が全て正しいとか、微妙にキャラクターの足が長くなった、腕が長くなったというのはあるかもしれないが、よっぽど目に見えておかしいバランスでない限り多少の誤差というのは許容範囲だと我は思っており、ここを正確に描くことを意識しすぎるとむしろ絵を描くことが大変になったり辛くなってしまうと思うので、キャラクターの描きたいポージングにできるように、
このような感じでキャラクターに肉付けをしていけば、資料に頼ることなくキャラクターを描くことというのも容易にできるのであるぞ。ただ基本的にそういう写真資料やポーズ資料を見るということは、絵を描く上で正確性であったりダイナミック性であったり、自分の脳内の知識と照らし合わせた際に間違っていないかという上でもとても大事なものになってくる。なので資料を使うことが悪い、ポーズモデルを使うことが悪いということでは全くないので、何も見ない方が、何も見ずに描いた方がかっこいいとか、そうならないといけないという思い込みの方が我は怖いと思うので、できる限り自分のできる範囲で一番良い絵が描ける方法を模索するというのが絵を描く上で大事だと思うので、今回我が教えたこの骨格のベースを描いて自分なりの絵のバランス、キャラクターのバランスを描くということはあくまで一つの描き方だと思って、様々な自分なりに一番絵がよく描けるという方法を模索してほしいのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。この番組が面白かった、また聞きたいなという方はチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたすのであるぞ。